時刻は10時を回りました。この時間は、ジノインフォメーションをお届けします。ジ能インフォメーションは、ギノワン氏の生活に役立つ情報を、司法ギノワンからお伝えいたします。この時間は、ギノワン氏の提供でお送りします。 はじめに、固定資産税第4期の納期限のご案内です。納税に困っている方は、早めのご相談を。失業などでやむを得ない事情や、本人や家族の病気などにより、納付が困難な方は、休日窓口相談を開設していますのでご利用ください。休日、納税相談窓口、 3月13日日曜日、9時から17時までです。詳しい問い合わせは、納税課893-4411、内線246から255までお問い合わせください。続いて、日本年金機構からのお知らせです。 試験民税申告や所得税の確定申告の際に、平成27年分公的年金等の全厳選徴収票のご了をください。平成27年中に国民年金、厚生年金などの老齢、または退職を支給自由とする年金を受けられた皆様に、 平成27年分として支払われた年金額や源泉徴収された所得税額などをお知らせする平成27年分公的年金等の源泉徴収票が日本年金機構より1月中旬頃までに送付されています公的年金等の源泉徴収票は 市民税申告や所得税の確定申告を行う際に必要となります。厳選徴収票のお問い合わせ、または再交付受付は、年金ダイヤル0570-051165まで。また、窓口での再交付は、最寄りの年金事務所へ。問い合わせ、 小座年金事務所、お客様相談室、933-226ま、失礼しました。九三三二二六7までお問い合わせください。続いて、ペットと仲良くなれる暮らし、暮らしになれる街に、ペットを飼う人が増える一方で、ペットに関するトラブルも増えています。 他の人に迷惑をかけないためにも、ペットの習性をよく理解し、最後まで責任を持って世話をすることができるか、家族全員でよく話し合いましょう。フンの始末をしない、鳴き声がうるさくて眠れない、話し合いで困っているなどの苦情や相談が死へ寄せられています。 犬の放し飼いは不良の事故につながることがあるので絶対にやめましょう。犬の糞は飼い主が必ず始末。犬の糞で道路を汚さないようにしましょう。犬の散歩は制御できる人が行い適度な運動をさせましょう。犬の観察、駐車済み表は必ず指首輪につきましょう。 生後90日以上の犬は登録と毎年の狂犬病予防注射を必ず受けましょう。ペットの息は法律で禁止され、罰されています。どうしても飼えなくなった場合は沖縄県動物愛護管理センターまたは動物愛護団体へ相談しましょう。問い合わせは 環境対策課893-4411内線451-456までお問い合わせください。続いて、子供医療費助成金受給資格者証、更新手続きはお済みですか 子供医療費助成の通院対象年齢を4月1日より小学校卒業まで拡大しております。これに伴い子供医療費助成金自給資格者証の更新手続きが必要になります。小学生1年生からは1人1ヶ月1医療機関につき1000円の 自己負担があります。入院につきましては、これまで通り、中学校卒業までとなっています。手続きの場所は、児童家庭科、市役所1階、8番窓口、受付時間は8時30分から11時45分、午後の部は13時から 17時ままでとなっております必要なものはお子さんの健康保険証保護者の通帳印鑑詳しい問い合わせは児童家庭科子ども医療費助成担当893-4411内線342572 573までお問い合わせください。続いて、第30代ハゴロモレリーの募集のご案内です。第30代ハゴロモレリー選手大会が3月26日に開催されるにあたり、出場者を募集しております。出場人員は3名、応募資格は 技能湾市在住、もしくは市内に勤務、通学している18歳以上の女性、高校生は除きます。既婚も可能です。平成28年選手大会以降、2年間観光及び公式行事に親善施設として協力できる方、本審査は 3月26日土曜日16時からです。一般非公開となっております。会場は私立中央公民館市民会館2階となっております。ただしご家族、友人、知人5名まで入場可能です。入場の際は 整理券が必要となります。応募書類は、応募用紙と、全身写真を送付し提出、持参、もしくは郵送となっております。賞は、選出された3名にトロフィー、認定証、副賞を申定、本審査・出場者へ、交通費として5000円を支給します。 カゴロムレディの主な行事は、横浜 DNA ベイスターズ関係イベント、キノワン市民の日、トロピカルビーチ開き、キノワン市産業祭り、観光の日キャンペーン、一日消防庁などです。申請問い合わせは、キノワン市観光振興協会89、897-2764までお問い合わせください。 続いて、博物館からのお知らせです。地域との共同企画展、宜野湾市のアザ展が開催されています。今回は、大山展、脇万堂協力一致、私立博物館と地域が連携し、アザの歴史や文化、自然を紹介する、 毎年大好評の企画展です。今回は大山区を取り上げ、綱引きに関する資料を中心に、大山の歴史や文化、自然を紹介します。期間は1月27日から3月6日まで。場所は9時から17時。場所は私立博物館企画展示室。 問い合わせは私立博物館870-9317までお問い合わせください。続いて、都市公園の遊具が新しくなりました。若竹児童公園、荒代児童公園、長月児童公園、東児童公園の 4つの公園に遊具を新しくしましたので、ぜひご利用ください。公園の場所、新しい遊具の内容については、市、ホームページをご覧ください。詳しい問い合わせは、羽衣パークマネジメント89、897-2751、または施設管理課、 893-4411内線21失礼しました内線は517です続いてビューティーヨガ健康と美始めませんか健康と美容を目的としたヨガポーズを紹介するクラスです深い深呼吸とアロマの香りで 心身ともにリラックスし、贅沢なひとときをご一緒にしましょう。日時は、3月3日から5月5日、13時30分から15時、毎週木曜日、場所は私立体育館会議室、私立グランド会議室、 定員は25名。講師は山本玲子さん。受講料は6000円となっております。申し込み問い合わせは、羽衣パークマネジメント89、897-2751までお問い合わせください。続いて、サラリーマンで確定申告が必要な方。 給油の収入金額が2000万円を超えている方。給油を1カ所から受けていて、各種の所得金額の合計金額が20万円を超えている方。給油を2カ所以上から受けていて、年末調整をされていなかった給油の収入金額と各種の 所得金額との合計額が20万円を超えている方。申告期間、納付期間は3月15日。口座振替日は4月20日水曜日までとなっております。詳しくは国税庁で検索。申請問い合わせは沖縄税務署938の 0031までお問い合わせください。以上、ジノインフォメーション。この時間は、野湾市の提供でお送りしました。